ヘレナル・ビンスタイン・クラックフのカジミエシュにある、ヘレナル・ビンスタインの聖火ヘレナル・ビンスタインは、ポーランド出身のアメリカの実業家、化粧品会社ヘレナル・ビンスタイン社の創業者、世界有数の女性大富豪の一人、当時オーストリア・ハンガリー帝国の領土だった、クラックフの貧しいユダヤ人のゲットーで生まれた。当時の名前は、チャジットイ、父、ホレスの経営する店で経理を手伝い、 母、ウグスタが美容クリームを作るのを手伝った。18歳で親戚を頼ってオーストラリアに移住。1902年、ベルボルンに世界初のビューティーサロンを開く。1908年、ロンドンにビューティーサロン、サロン・ドゥ・ボテバレーズを開く。1912年、パリにビューティーサロンを開く。1914年第一次世界大戦から逃れるためニューヨークに移住し、 ビューティサロンを開く。1917年から化粧品の製造と卸売業に進出した。後から登場したエリザベス・アーデンと長年化粧品業界のライバルとして争う。また美術品コレクターとしても巧妙であり、特にアフリカンアートのコレクションでは先駆者であった。ホートン、ロス、ホートン。 ロザリンド、ウィメン・フー・チェンジ・ド・ザ・ワールド、シモンズ、サリー、クワークス、ピアニッシモ、90、ISBN1 から8 4 7 2 4 0 2 6 7トバレットラトフ、ジュディー、マグダネル、ジュディス、ヨーロピアン・イミグラント・ウィメン・イン・ザ・ユナイテッド・ステイツ、A、バイオグラフィカル・ディクショナリー、テイラーフランシス、ピアニッシモ、259、ISBN0 から824053060、 ありがとうございます。